座って。はい、いい天気ですね。本日いおりくんち2日目でございます。いいお天気ですね。頭しか映ってないんです。いおりくんまだかな。お庭も広いですね。どこ行った？来た。座って。そっち。座って。そっか。寒い。あったかいやん、太陽が。顔めっちゃ寒い。よりくんは？シシ。呼んできた。あれ？ココロくん最近か学校とない？学校全然。全然な。最近って学校行ってないやん。春休みでした。春休みどうですか？楽しいですか？楽しいけど。けど、シーシー寒いで外来たら、シーシー寒いで外。僕に話さなくて、僕にギュッてあれして話さなくて。ちょっともうちょっと寄ってくれるかな、心くんの方に。よりくん、心くんの方に寄って。昨日聞けなかったんですけど、いおりくんは彼女いるんですか？いません。募集中ですか？うん、募集中ですか？うん、いいお天気ですね。うん、公園に行きたいってよ、心が。そうなの？サッカーボールとかある？あ、それはね、パパとママにシーシー預かってた。そうやで、シーシーおるからな。いいお兄ちゃんですね。ココロくん、ナナちゃんのこと気にならないんですか？気にならない。らしいです。僕の弟はこの一人だから。かわいいですね。ちょっと公園行こう。ずっと言っとんね。あ、今日赤い服でかぶってるね。ちょっとパパとママに行ってくる。せっかくのいい天気やのにさ、すぐ入っちゃうねん、みんなさ。どういうこと？どっち向きかな、こっち向きかな。はい、というわけでめちゃくちゃいい天気でございます。はあ、めっちゃいい天気。こんなにあったかいんやね、関東も。関西弁喋っとんがさ、浮きそうでさ。スーパー、昨日スーパー行ったんやけど、夜ママさんと一緒に。めっちゃ浮いとったよ、関西弁。ちょっと恥ずかしかった。今からね、メインの撮影をしてきます。はい、頑張ります。それではこれが普段の様子になるのか分かりませんが、まったりね、いおりくんとココロくんと朝の朝日をね浴びておりました。行くんだって。公園に、うん、いいって何時に帰ってくる？携帯持っていかな。公園の行き方を知らないの。心、心、携帯。腕に携帯。ママも一緒に行くって言ってます。心、腕に携帯。どうしてって絶対連絡取られへん。てかそれ一緒に行くわ。ついていく。